と、まずは今シーズン初めてのスタメン出場になりました。いろいろね、準備難しいところもあったと思います。その辺はいかがでしたか、今日の試合。そうですね、途中出場で、ここ何試合か結構出させてもらってたんですけど、やっぱスタメンと途中出場でやることは求められる、ことが違うと思ってて、今週はスタメンかもしれないっていうところでしっかり準備できて、今日の試合に臨めました。まずは得点のシーンの絡み方とかも聞きたいんですが、試合全体を振り返ってチームとしてすごくうまくいったなと思うんですけど、その全体振り返ってみてください。そうですね、前半にやっぱり2点取れたっていうのがその後の試合運びにも、大きく関わってて、点が先に入ったのですごい有利に試合全体を進めることができました。もうそのゴールシーン、きっかけがもう全て新井選手だったって言いたいぐらいこう大事な働きだったと思いますけれども、どういう、こう心境でああいうプレーだったのか、どういう気持ちでこの試合入ろうと思ったのか、それがすごく表れたなと思うんですけど、どうでしょう。そうですね、やっぱりその、自分が出るっていうところで、点に絡んだりアシストゴールっていうところを求められていると思っていたので、チームとして、自分にしかできないことがあると思ってて、それをやっぱり前まで運んで、敵を押し込むとか、シュートを打っていくっていうところだと思うので、それをやりました。ボックスの中に入ると結構ね、周りが見えなくなっちゃうのかなっていう気もするんですけど、だいぶ今日はなんかボックスの中に入ってのボールも見えてて、味方も見えてて、すごく視野が広くプレーできてたんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。そうですね、基本的に縦に、ドリブルで運んでって相手を押し込んだ時にマイナスのところにスペースができるっていうのが分かっていたので、そこに梶君だったり福村選手が入ってきていたので、そこを簡単に使ってシュートを打たせるっていうところはチームとしても自分で打つのか誰に打たせるのかっていうのが、課題としてやってて、そこがうまく今日ははまったと思います。2点目に関して言うとボールを奪うところから含めてもうなんか新井選手のところで完結させたゴールみたいなイメージがあるんですけど、あの場面はどうでした。本当は前からちょっとプレス行ってて相手のサイドバックに渡った瞬間にちょっと戻ろうかなと思ったんですけど、そのタイミングで相手の太刀がちょっと大きくなってフィールドのスリッピーだったので、そしたら、もしかしたらいけるかなと思って行ったところも相手と、接触 しながらボールがうまく自分のところにこぼれてきたので、それが良かったと思います。戦術的なね、もちろん決め事もあると思いますけど、今日はこれだけやっぱりボール触れるとすごく、なんていうんでしょう、気持ちよくプレーできてたんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、入りからも、ボールに触る機会多くて、試合前とかでは堀さんが気を使って外し出たんで、外すためだったんで、気を使ってくれて、やりやすいように、周りもちょっと気を使ってくれたので、それが、いい感じで試合に入りました。勝ってホームに戻れます。なかなか今ちょっとホームで勝ててない中で、サポーターの皆さんにね、残るホームゲーム2試合なので、ちょっと意気込みを最後いただきたいですが。はい。ホームでなかなか勝ててないっていう状況は、選手もスタッフもみんな分かっていますし、そこでやっぱり、本当にサポーターの皆さんと喜びたいっていうのが、全選手、全スタッフの持ってると思うので、それをやっぱ目に見える気持ちだったり戦うってところで出して、最終的に、全員で喜べたらと思います。